第3回センターシゲカール、はい、なんだ2本目ですね今日ね。今日2本目実は連続して撮ってます次回またよろしくとか言ってましたけどじゃあ始めたいと思います。お願いします。はい、で今日のデータはこれです。スターと F シャープって書いてあるんですけれども F シャープの話をちょっとしたいと思うんですが、多分あんまり F シャープ書いた F シャープって言語ですけどもそもそも書いた人があんまりいないと思うんで、はい、あ、書いたんですか。書いてないです。あ、書いてない。あ、そうですか。あ、じゃあちょうどいいですね。はい、はい、そんなわけで、まあ、本当に触りの部分で、まあ、特になんか最初に特に C シャープやってってる人が F シャープやるときに最初にハマりそうなところとかを、まあ、中心にちょっとお話ししようかなみたいな、まあ、美味しいところとか、うん、そうそうそう、うん、まあちょっと最後にクールのところをちょっと少しだけ見せれればいいかなみたいな感じで考えてます。はい、よろしくお願いします。はい、で自己紹介なんですけれども、まずは松岡さん。はい、私松岡です。はい、主にデバイス関係をやってたり、最近はZさん触ってたり、うん、まあ、はい、ホロレンズ、まあ、これデバイスと連携ですけどね、はい、触ってたりしてます。そうですね、一つ前のビデオではこれの話をしましたね、ニュークレア。あ、そうですね。はいはい、で私の方が、まあ、こんな感じで今日はまあ僕がメインで話をするんですけども、最近はまあネスプっていう処理系を作っていたりとか、まあ、ちょっと前一時期流行りましたけど寿司回すみたいなビジュアルスタジオの拡張機能を私が作ってます。で、まあ、あとなんかこんなスパルタンのボードを作ったりとかいうようなことをしてます。今日は、まあ、デバイス寄りの話じゃないんで、まあ、この辺は軽く触れるだけということで、で本日の、アジェンダですね、まあ、F シャープのファーストルックということで、まあ、F シャープでちょっとハローワールドを書いてみましょうと。で、まあ、ビジュアルスタジオが使っているときにその C シャープとちょっと違う部分ですね、なんかハマりそうなところを、まあ、若干あるんで、まあ、そういうところを紹介しようかなと、まあ、あるいは一緒の部分についてもまあ紹介して、で F シャープ触ろうと思っている人たちにとってのなんか心配点がちょっと減ったらいいかなみたいなふうに考えてます。とあと、まあ、その流れというか延長上でC シャープで、まあ、こういう例えば関数とかそのタップとかユニットって書いてありますけど、まあ、こういうようなところの、その、あれ、なんか違うの同じなのみたいなところをちょっとだけ触りを紹介して、まあ、最後に、まあ、ちょっとデモコードみたいなものを、こう、実演できたらいいかな、みたいなふうに思っていますと。タップルとか、うん、最近ね C シャープでもちょっと聞きます、うん、あ、そうですね、タップルとかユニットとかあんまりちょっと僕はよくわかんないな、はい、はいはいはい、C シャープのタップルもあんまりわからない。そうですね、うん、まあまあ大丈夫ですよ。C シャープのタップルはぶっちゃけクラスに値入れてるだけの代物なのでぶっちゃけるとなので別にそんなに心配することはないんですけど、 F シャープの場合はそこからさらにもう一歩踏み込んでその言語仕様の一部みたいに見える形でそのタブルが自然な形で使えるっていうというところはちょっと大きく違うところですね。そんな話をしたいと思います。で、まあ、まずですね、きっとコードとかそんな書いたことないって人がほとんどだと思うので、まずはさっくりとですね実際やってみましょうかということで、ビジュアルスタジオ今これちょっとエンタープライズって出てましたけど、別にコミュニティでも最初のインストーラーのところでビジュアルシャープでインストールのオプションがあるので、それ入れてもらえれば普通に使えるようになります。で、普通に使えるというのはどういうことかというと、このビジュアルスタジオのこれですね、new の、プロジェクトで新規作成するときにですね、ここの部分ですね、この部分に、F シャープの選択項目が出ます。で、これをクリックしてもらって、そうすると、まあ、ここにコンソールアプリケーションというようなのが出てくるので、まあ、これ選んでもらって、まあ、適当に名前をつけて、で、OK を押すと。まあ、このあたり、C シャープとほとんど変わらないですよね。プロジェクトの種類はあんまりたくさん C シャープほどないですけど、今コンソールでとりあえずやってみますね。で、そうすると、
プロジェクトが作られまして、まあ、こんな感じであの C シャープのコンソールアプリケーションをあの作ったのと同じように、まあ、こうシンプルな形のものが出来上がりますと。で、なんかあのなんとなくなんかこうあの 初期の、 そのハローワールドではないですけど、なんかコードが出てますよね。で、これ実行するとですね、何も出ないんですよ。で、何これなんか、はい、ね、うん、実引数出そうみたいな。ああ、そう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 。ね、だけど、でデバッグ実行しても引数与えられてないんで、何も出ない。ちょっとやってみましょうね、はい、実際に。じゃあ、ちょっとこの0っていうのはちょっと後で説明しますけど、これにとりあえずブレイクポイントは普通に C シャープと同じように、あの行のところに。クリックすればブレイク入れれるので、これで F5 をします。ここら辺の流れは、まあ、全くあの C シャープと一緒ですね。そうするとコンパイルが行われて実行されると。で、今ここで止まりました。この辺の流れも、まあ、あの C シャープと全く一緒と。で、コンソールに何が出ているかというと、これですね、ちょっと分かりにくいかもしれないですが、こういうやつですね。こうなんか角括弧に縦棒2つに角括弧閉じるとこれ何なんだみたいな話になるんですけど、ちらっとだけ言っておくと、これ配列を表しています。空の配列を表しています。で、配列の中に値があるとこの縦棒の間にそれがダーッと出てくるんですけど、あ、今は何もない。 RV ですね、戻しますね。これあのメインの引数 argv を渡してくれます。これ C シャープでは、args っていう名前でストリングの配列だったと思うんですけど、それと全く一緒です。で、ただそれそのままプリント fn というので画面に出力してるんですけど、結局空の配列なので、あの見ての通り今出てますね、空の配列なので、さっきの出力もあの 空の配列がこう画面にあの表示されていると。ちょっと分かりにくい例なので、ちょっとこれ止めてですね。で、まあ単純にここをちょっと変えますね。間違えました。まあもう結果、まあ、見えてますけど、あの単純に画面にハローワールドと表示するみたいな感じ。で、実際実行しますと。と、まあ 一瞬だけ出ましたけど、ハローワールド。出てますよ、ね、こんな感じです。で、もうすでに C シャープやってる人たちはなんかいろいろ気になるところあると思うんですけど、まず最初にこのプリント FN っていうのは何なのって、コンソールに出すときってコンソールクラスを使うんじゃないのみたいなのあると思うんですが、ちょっとやってみましょうか。これちょっとコメントアウトします。コメントアウトはあのこの行コメントはあの C シャープと一緒で、あのスラスラであの行コメントアウトになります。ここでシステム、コンソール、ライトラン、ワールド。これできないのっていうと、まあエラーは出ないですね。あのビルドもできます。で、実行もできるので実行してみますね。で、どうなったかというと、見ての通り、うん、出てるじゃんと。なんで違うやり方するのと。補足しておくと、まずあの F シャープは .NET の言語なので、あの普通にあの .NET のクラスライブラリの実装とかあのメソッド、うん、あの普通に呼び出せます。見ての通りこのコンソールのライトラインを呼び出せるということで、これ裏返せばあの今までその C シャープで慣れてきたあの実装とかそういうものをあの F シャープからも自在に扱えますよっていうところは大きいポイントです。ということは、うん、さっきの、プリント FN は、うん、F シャープの、そうですね、独自の実装、まあこれ関数なんですけど、独自の実装ということになります。これは内部実装は、はい、コンソールの、うん、ライトライン。ライトラインみたいなことをして、うん、なんで あるのにわざわざこういうものを用意するのかということは、いろいろあるんですけど、理由の一つはですね、これ今、ちょっとさっきなくしましたけど、さっきの一番最初のあのコードを再現するとこうなってたんですよね。マクブイと。で、これあのちょっとあの C 言語とか知ってる人だとちょっと馴染みがあるかもしれないですけど、このパーセントでエスケープしてなんか引数の値を表示するみたいなのがあるんですが、このね並びをね認識できるんですよ。
あのこのプリント FN という関数を使うときに、で これな裏でどういう仕掛けがあるのかっていうのは複雑なんで今日は説明しないんですけども、例えば 5%A って1つだけ書いてある場合は引数1個は必ず取るってことが分かってます、うん、で A っていうのはまあどんな方の引数でも受け取るっていうことなんで、まあ、これあの argv 受け取ってるんですけど、例えばこれをですね D とかしますね。で D ってやると、そうするとこれイントの値を取るってことになるんで、この argv はストリングの配列になっているので型が合わないからこれ今エラーって言ってるんですね。これ実際ビルドをするとエラー出ます。これですね、ちょっと見にくいですけども、タイプストリングの配列は、not compatible と、バイトイント16、32、64と、まあ、要するに数値型とは一致しないですよと。このプリント FN の%でが数値型を想定する引数を受け取るはずなのに、ここに指定されているのは、文字列の配列だからエラーです。これコンパイル時に検出できるということですね。でC 言語でのあのプリント F とかと違うのは、そういう検査はあっちはできないですけども、あの F シャープの場合はこれは検査できると。でもうちょっと逆に言うと、こっちのシステムコンソールライトラインの方は、これは、これができたかな、こういうようななんか書き方とかできますけど、これは後ろに付け足す引数はオブジェクトと仮定しているので、まあ、どんなものでも逆に受け取れるということになる、うんうん、だからどういうふうに1、2、3、4でもいいし ABC でもどちらでも受け取れるんですけど、これは何も検査してないから受け取れるという意味なんですよね。そこがちょっと違うところ、これは数値が来るはずなのに数値じゃないものが来たから検査で選んだっていうことが分かるようになってます。ありますか？これ、はい、ここは複数指定できるんですか？あ、できますよ、もちろん。例えば、これ今ちょっと直しますね。じゃあ例えば数字だったらいいか、いいですね、うん、エラーではないです。で、例えば、S とかにすれば文字列と想定されるし、うん、今これで2つ必要なのに、2つ指定されてないので足りてないですよというようなことが言ってきます。これを ABC というふうに2つ引数を足してやると同量になるということで、型のチェックが行われているんですね、ここで、うん、その背景はちょっと説明するには長すぎるので説明しないですけど、まあ、ちょっと今はそのライトライン、うん、はい、まあ、相当の話だと思うんですけど、はいはいはい、その C シャープの場合はこの引数にわたっている文字列のフォーマットで型チェックは走らないけど、うん、F シャープのプリント FN は、はい、言語仕様として定義しているので、で、かつ、書きながら、うん、はい、判断してます、うん、で、まあ、プリント FN、まあ、これだけのことを、まあ、そりゃ よくはなってる、ベターにはなってるんだけども、うん、まあ、逆に言うとそれだけだよねっていうのはあるんですけど、 F シャープと C シャープのいろいろ違うところの一つはそういう型チェックがもっと厳密に行われる、まあ、あるいはそれを使って型推論という機能で、あんまりその型について明示的に書かなくても推論してくれるっていう機能が強い、もし割とそのスクリプト系のね、うん、開発の人から言わせると、はい、JavaScript とかね、その C シャープとか結構型書かなきゃいけないからめんどくさいみたいな話になると、より厳格さが必要とか、より厳格になってる。そうですね。うん、で特にそのこう例えばこれみたいにそのじゃあ、うん、オブジェクトで逃げなきゃいけないシチュエーションとかに型を与えることができる可能性が増えてる。万能な言語はなかなかないんで、うん、F シャープもしかりで、F シャープの場合は主に .NET のそのクラスライブラリとかの制限に引きずられて、まあ、なんかうまくいかない部分もあるんですけど、まあ、C シャープに比べるといろいろそういうところをコンパイラーが頑張ってチェックしてくれるので、人間のミスが比較的早く見つかる。
くっていうところが強いかなと思っています。それはその F シャープの言語のコンセプトとして、ああそうです、その、型の、はい、型チェックを、はい、C シャープ以上に、うん、そうきちんと判断して、うん、もう実行する前に、うん、そうって確認が取れると、うん、縛りが強いっていう言い方をすると、あのなんかこう厳しい感じがするんですけど、うん、そういう型チェックが強いおかげで楽に書ける部分が多い。その先ほどの例でね、うん、その JavaScript とかいうスクリプト系やられてる方、うん、型チェックがあるとってなるんですけど、まあ実際僕なんか割と型は定義した方が好きなので、そうですね、そういうその、ね、好みもあるでしょうけど、うん、大きくなってくるとね、やっぱり。そうそうそう、動かす前にチェックした方がいいよね。そうですね、規模が大きくなるとね、つらいのが、つらい。ちなみに話が過ぎちゃうかもしれないんですけど、はいはいはい、そのじゃあ C シャープでも、言語拡張すれば同じように型チェックできるんじゃないのみたいな、気もしなくはないんですけど、結局言語拡張をどこまでする互換性を保ってやるかってことですよね。今C シャープのコンパイラープラットフォームってこれです。これ。ロズリン。ロズリンですね。あ、そうそう。C シャープ 6.0 から、まあ、ロズリンがようやく、C シャープ自身で実装された C シャープの、パーサーとコンパイラーの、ライブラリなんですけど、まあ、彼らはなんかこれがとりあえずできたので、今後 その C シャープのバージョンアップに伴ってよりその C シャープを使いやすくするための機能を拡張していくということは言ってるんですけども、どちらかというと悪い意味ではないんですけど、結構保守的で、彼らのチームは保守的で、あまりこう非互換性を導入したりとかいうようなことはやらない方向で考えているんですね。なので、まあ、C シャープももちろんいじっていけば、そういう便利機能とか入れれると思うんですけど、今のそのチームを見ていると、そんなにアグレッシブに拡張していこうっていうのはないみたいな。まあ、考え方によっては、C シャープは現行のその、厳格さにとどめておいて、うんうんうん、より厳格なものを作りたければ、うん、いやそれは F シャープの方にありますよ、うんうんうん、はいはい、そうです、ね、そういう言い方もできなくなります、ね、うんうん、そうですね、うん、まあ、じゃあ F シャープの方がもっとアグレッシブかと言われると、まあ、別にそういうわけでもないんですけど、うんうん、まあ、F シャープの方が初めからその、F シャープが生まれたのは .NET 2.0 の頃なんで、まあ、そこから比べるとその頃にすでにこんなにたくさん先進的な機能を入れてたっていう意味では、まだ今未だにアドバンテージがあるっていうようなことがあります。ただ複雑は複雑ですね。ドットネットとうまく整合性を合わせるために、うん、ドットネットを無視すればいいんですよ。ドットネットの既存のクラスライブラリとかみんな無視して、で理想的なその関数プログラミング の構造とか取ればいろいろ楽にできる、もっと楽にできる部分あるんですけど、そこはやっぱりね、もうさまざまなライブラリすでにあるじゃないですか。まあ、それぞれ その会社なりで作られて、うんうん、そう、あるいは OSS のね、うん、プロジェクト、そういうのを、まあ、無視すればいくらでも書きやすい言語は作れるけど、それでできたところで応用が効かないので、なのでやっぱりドットネットのライブラリとの総合運用っていうんですけど、総合運用性は維持していくっていうのと両立しなきゃいけない、そこが F シャープの今難しいところでもあります。ということで、まあ、見てもらった通り、ハローワールド自体は非常に簡単なもので、まあ、いきなりプリント FN とか出てくると、C シャープ知ってる人は、そもそも何これみたいな話になると思うんですけど、こういう背景があります。で、F シャープをガリガリ使う人たちは、あんまりこっちのコンソールライトラインとか使わずに、このプリント FN とか、F シャープ由来の、同じことができるものでも F シャープ由来のものを使って楽に書こうという傾向があるみたいな。ですね、僕はちょっと理由があってコンソールライトラインがよく対応するんですけど、うん、まあそんなような感じです。なので、まあ、C シャープのユーザーもね、うん、イント3人とかね、うん、使わないし、ね、まあ、そうですまあそれぐらいの感覚かなと、ね、そうですはい、うん、そうです。で、まあ今のがハローワールドの話なんですけど、ちょっとまあビジュアルスタジオ的にどうなのかっていうところは、まず一つブレイクポイントは今デモで見せた通り
こう普通にあのブレックポイントをこうやって入れれば入れれます。でもっとあの複雑なコードになってくると、あのブレックポイントここに入れたいんだけどっていう時に入らないような場合があるんですが、まあ、それはもうあの言語で意味を考えていくと、あのどうしてもあの避けられない部分もあるので、なんであの入らない時もあります。そこはまあ工夫するしかないですね。あの入るところで止めるしかないっていうあの制約があります。であとですね、これ、一番えとかいうみんなえそれあの初見でえって言うんですけど、これです。ここですね。これはあのソリューションエクスプローラーで今 F シャープ、まあそうね、C シャープが F シャープと書いてあるだけですね。ちょっと紫色っぽい。うん、ここですね、今プログラム FS にあのカーソルというか選択されている状態なんですけど、ここでですね、こんな、こう、わかりますか？ああ、場所が。そう、場所移動してますよね、これ。うん、あ、なるほど。で、これ、あの、指定できるというよりはですね、こう、必要があって、この機能があるんですよ。あ、なんか、並び順に依存して、そう、実はあります。場所が決まるようなものが。はい。で、あの、C シャープでなんで、C シャープ逆にできないんですけど、ね、C シャープでなんでそれが、あの、できないというか、必要ないからなんですけど、F シャープでなんでこれができるかというとですね、今、あの、見てもらったこのファローワールドのソースコードは、このプログラム FS に書いてあります。うん、でももしこの、 あのコードの中から別の、 あのなんか、ね、コードで、うん、あの生成というか定義された関数だとかシンボルだとか参照したいという場合はこれより前にないといけないです。なんか前方参照しかダメ。昔のこう C 言語みたいな。そう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 、そういう意味で、まあ、しかもファイルでもそうで、ファイル内でもそうです。ファイル内でもあの自分の定義より上に ある定義済みのシンボルはあの参照できるけど、下にあるやつは参照できないっていう制約があるがために、つまりコンパイルするときに、この今のコンソールアプリケーション3というのをコンパイルするときには、まあ、上から順にコンパイルされてると思えばいいです。うんうん、だからその参照してるあのシンボルが他のファイルにある場合はそれよりも後にファイルを持ってこないとコンパイルできない。そのためにこれを移動する機能があります。これどうやって移動するかというと、オルトを押しながら、上下カーソルキモいメニューとかからできないんですか？これ、あ、できます。とかここから右クリックするとですね、ムーブアップ、ムーブダウンってなります。はいはいはい、ここにまあオルトアップアローとかオルトダウンアローって出てるんですけど、あ、すいません、あのこのインはビジュアルスタジオちょっと英語版なので、あの日本語で出てないですけど、ムーブアップとかムーブダウンとかこれでも移動できます。まあ、あるいは今あのショートカットあったようにオルトで移動すれば移動できると、うん、なんかあの人によっては、あ、この機能欲しかったみたいな風に思うかもしれないけど、自分で自由な位置に配置できるわけではなくて、さっき言ったようにシンボル参照の制約で配置する必要があります。これは分からないと本当に分からないです。ちなみにこれその APP コンフィグとかは、はい、あのコード生成とかするじゃないですか、うん、はい、ってなると、はい、先じゃないとダメじゃないかとか、いや、まあ、そういうなんか悩みどころは、ですね、お、いいとこつきましたね。あの今の話は、うん、あのF シャープのソースコードだけです。ああ、じゃあ .fs だけ、うん、そうそう、だから仮にこうなってても問題ないです。じゃあコンフィグ系の自動生成は、うん、ビルド時に先に作られて、うんうんうん、でその後に自分で書いた、うん、F シャープのコードが読まれるっていう感じですかね。それはね、ビルド、あの MS ビルドのスクリプトが勝手にやってることで、うんうん、この順序にはあまり関係がないです。唯一そのソースコードの解釈順だけ、今これ飛び飛びになってますけど、うん、この、アセンブリーインフォが先に解釈されて、うん、それからプログラム FS が後に解釈されるという順に並んでさえいる方がいます。だからでしょ、要はコンフィグ系が先に行われて、うん、その後、FS はここの順番で、うん、はいはい、アセンブリーインフォ来てプログラム FS、はいはい、プログラム FS ですね、はいはいはい、そうです、はい、あ、なるほど、うん、っていうのは多分ね、知らないとわからないことなので、単純に C シャープと同じように、あ、なんかプログラムでかくなってきたからファイル分けようかと思って、ここから、どうですかね、
あの新しいニューアイテムで新しいソースコードを追加するとですね、なんかビルドできなくなった、途端にビルドできなくなったっていうのは、あのこれ多分これの問題なので、これフォルダー切った時とかどうなってるんですか。はい、ね、標準では、フォルダーのサブ階層はあの無理やりあの FS プロジェをいじればできるんだけど、標準ではサポートしてないんですよ。あ、そうなんですか。うん、じゃあこの、今だとコンソールアプリケーション3の下にフォルダ切って、うん、はい、見やすく分けようとか、うん、そうそうそう、は標準ではできない。そうそう、ビジュアルスタジオの上で直接はできない。で、あの FS プロジェができているので、そいつを、直接そうテキストエディターに修正すればできるけど、標準ではサポートされてないんですね。ここに。FS プロジェクトとか、じゃあ、ソースが大きくなって、ちょっと見やすくしたい場合なんかは、はい、まあ、プロジェクト分割するとか。ああ、そうですね。そっちの方がスタンダードなんですね。そうですね。うん、あんまりなんかそこで凝るっていう感じではないですね。はい、で、あとそうですね、あの C シャープの人たちにとって知りたいだろうことは、ヌゲットはどうなのかとかいうのは、 C シャープと全く同じようにあのヌゲットの管理画面は出せます、うん、で、まあ、ここで、こういうふうに、もうあのこれニュートンソフトと JSON とか有名ですね、うん、まあ、この辺あの一通り使えます、うん、まあ、これやっぱりあの .NET がバックエンドにあるので、その上で C シャープ動いてるから、一応あの一通り使えると。加えてあの F シャープってあのコミュニティ活動がすごい活発に行われているので、 F シャープ専用の便利なライブラリっていうのがいろいろまたパッケージとして出てます。それは、ヌゲットに上がってる。あ、上がってます。あ、で、あの場所は、そう、あのヌゲットオーグから探せるんで、普通に今ここで例えば F シャープとか入れると、大体それに関するさまざまなあれですね、ライブラリが出てます。まあ、後でちょっとデモで1個使ってみますけど。なので、例えば同じものがある場合、例えばHTTP アクセスするのに、HTTP クライアントとかあるじゃないですか。うん、で、ああいうのを使うときでも、HTTP クライアントももちろん使えるんですけど、それよりも、その F シャープで提供されてるパッケージの方が使いやすいっていうことはあったりします。うん、F シャープで提供されているパッケージっていうのがなんか、うん、なんだろう、ヌゲットって複数のターゲットのものがパックできるじゃないですか、はい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 、そのうちの一つにその F シャープ向けっていうのがなんか指定できるような、うん、あ、ではないですね、あのパッケージが別です。うんうん、例えばですね、じゃあその同じライブラリーで、うん、F シャープにも C シャープにも両方で対応させようとした場合は、うん、はいはい、C シャープ向けのものを作って、うん、それを F シャープで利用してもらうか、うん、もしくは、うん、F シャープと C シャープのパッケージをもう完全に分離して提供するか、うん、そういう形になる。やり方はね、他にもあって、まあ多分一番現実的なのは C シャープでまず作っといて、 C シャープ用のやつをで、 F シャープのパッケージはその C シャープのパッケージを裏で使って、うん、F シャープで使いやすい形でラップしたパッケージを出すみたいな、うん、そういう両輪でいけるような感じで出すっていうのは結構ある選択肢だと思います。それが1個のパッケージには入れられない。いや、そうですね、うん、そうそうそう、不思議な感じがします、うん、それはヌゲットの制約ですね、まあまあ、ヌゲットのそのプラットフォームの選択にその言語とかはないみたいな、うん、そうそう、バージョン、ドットネットのバージョンは指定できるんですけど、言語指定はできないので、まあそれは仕方がないですね。はい、ということで、大体その、ビジュアルスタジオで F シャープをまず始めにっていうところで引っかかりそうなところはそのぐらいで、あとは大体は同じですね、使い方。ちなみにその、新規プロジェクトの新規作成のテンプレートがちょっと見たいんですけど、はい、あ、はい、いいですよ。これじゃあもう一個追加しますか。任務でプロジェクト、どんなものが作れるのかなっていうので、そうですね、まあ、今コンソールアプリケーションやりましたでしたよね、はい、それから、ライブラリー、はい、クラスライブラリーですね。で、まあ、なんか今ポータブルライブラリー PCL と呼ばれているものもいくつか選択できるようになっています、うん、で、まあ、あとはチュートリアル、チュートリアルっていうのは確かちょっと僕試してないんですけど、なんかサンプルコードが初めから埋め込まれていて、まあ、それを、まあ、チュートリアルです、謎ですね、そうそう、まあどうなのみたいなのがありますね。
で、あと、まあ、これでおっと思う人もいるかもしれないですけども、Android とか、なんか iOS とか、まあ、出てますよね。これは、要するにザマリン向けですね。で、ザマリンが今ちょっとこれがちゃんと動く状況になるのかって追いかけてないんでわからないんですけど、そのザマリンで、その F シャープで Android とか iOS とかのターゲットやるときに一番最初にこの辺の、あのテンプレートが使いたいっていうことはあります。まあ、Android とか iOS があるってことは、まあ、GUI のものも F シャープで使える、うんうん、そうですね、うん。とはいえ、僕そのあたりはね、全く触ってないので、なんか言うと某にもっと触ってよって言われそう、某氏に言われそうなんですけど、ちょっと触ってないんで、なんとも言えないんですけど。ちょっと、はい、じゃあ上の方が、はい、あのメイン、うん、はい、はい、ああそうですね。まあ基本的には、何ていうんですかね、ライブラリであるとか、うん、まあ、バックエンドで使うようなもの向けっていうような、はい、ああそうですね。あのまあ、あの やり始めると深い話になっちゃうのであれなんですけど、例えばその、ASP.NET とかでそのバックエンド の, あのシステムを作るときに、そのいわゆるモデル層と呼ばれている部分は、まあ、全部なんか F シャープで書くとかいうのは選択肢の一つとしてはあります。特に複雑なアプリケーションだと C シャープよりもバグを埋め込みにくい、あそれをさっきの話、あのコンパイラーがいろいろ面倒を見てくれるから、型について面倒を見てくれるからなんですけど、まあ、あのそういう理由があって、そのバックエンドの部分に主に使われているというようなことがあると思います。なんですけど、あの実はですね、あの、まあ、MS もあの公式に認知していることのはずのような気がするんだけど、あのF シャープが使われるシチュエーションっていうのが、今流行りの、 あのデータプラットフォーム、あのつまりあのなんていうんですか、統計を取ったりとかいうようなことで結構使われてるみたいなんですよね。その中にはあのそうグラフ化して表示するとかいうようなののための、うん、そう道具立てとかもいろいろ揃っている。あの C シャープで多分開発してる方ってあの、市販のコンポーネントとか使ってグラフ表示したりとかいうようなことやってると思うんですけど、あのあたりは、ね、オープンソースのね、ああそうそうそう、うん、F シャープはねなんか普通にあるんですよ、そういうのがいろいろなので、あのあと僕は触ったことないですけど、あの R 言語、うん、あ R ですね、 R、うんうん、R 使ったりとかいうようなものを F R か R を F シャープから使うんですけど、うん、っていうようなことができたりとかいうようなことで、そのデータプラットフォームとしての強みがなんか大きいっていうふうに言われてたりしますね。ただなんだろう、ビジュアライジングがなんかやりやすいというよりは、うん、そのあくまで、計算を分回すようなものをが向いてるのかなと思って、それをその、テストするときに、うん、はい、やっぱりあのパッと見たいという、うんうん、なんかそういうののためになんかそのビジュアライジングのものもちょっとあるのかなと。あの一言で言うと、あのすごい慣れてくると多分ね、 C シャープの3分の2から2分の1ぐらいの分量で書けるんですよ、同じことが。だからそれでいてものすごく見にくいコードになるかというと、別にそういうわけでもない。あの分かりづらい部分の大半はコンパイラーがさっき言ったように型チェックとか勝手にやってくれるんで、うん、ビルドが通ってんなら通ってるだろうみたいな動いてるだろうみたいな、そういう感覚があります、ね、うん、そういうところがその F シャープ使う時の、まあ、魅力の一つかなっていうふうに思います、うん、ということでですね、今、まあ、いろいろ話はしましたけど、あとあのちょっとだけ触れときましょうか。これで今ちょっとこんなコードが来ましたが、ちょっと消しますね。あの F シャープって全て あの関数は値を返すことになってるんですよ。言い換えるなら C シャープだとあのメソッドってボイドにできるじゃないですか、うん、ボイドにすると値返さないことになってますよね。だけど F シャープの場合は必ず値を返すことになっていて、じゃあ値を返さない、返したくない時にどうするのかという話になるんですけど、それはなんかボイドの代わりにユニット型というのの値を返します、うん、それをねちょっとじゃあ書いてみましょうか。関数定義っていうのはレッドっていうのでできるんですけど、なので実はこのメインというのも関数だというのがこれでわかると思うんですけども、例えば
これあの C シャープでちょっと書いておきましょうかね。わかんないと思うんで。スタティックボイドコケカッコストリングバリューみたいな関数だとしますと。で、まあちょっと芸はないですけど、ソールライトラインの、バリュー、あ、ごめんなさい、ここはちょっと型が、こうか、こんな感じかな、あ、これ、ごめんなさい、いかんです。あのプリントエレンジャー、あ、じゃあそうしましょうか。あ、いいですよ。あの、いいですよ。プリントエレンジャー FN か FN で、パーセントです。これは C シャープで書く、一応書いておきます。システムコンソールがあの完全に同じじゃないですけど、システムコンソールがあるとか、こういうコードですね、C シャープでいうところは、ね、ちょっと漏れちゃうので、ね、こんな感じですかね。こんな感じです。うん、で、まあ、まず見てもらった通り、これ、こういう関数定義してるんですけど、F シャープで書くと、型の明示がないですよね。これ、まあ、ボイドもなければ、ストリングもないですが、このバリューについては、ストリングだと自動認識しています。うん、でこれなんでわかるのかって言ったら、このバリューはこのボディのここで使われてるんですよね、うん、でこれ何かっていうと、プリント FN で %s と指定されているので、なのでここが文字列だとわかり、ストリングだから、だからここもストリングにしかならないよねっていうことで自動的に推論してるんです、うん、だからあんまり型あの直接書いたりっていうことがないんです。もし型を明示したい、あ、することもできます。したい場合は、まあ、こんな感じで書いてやると明示されます。ですが、まあ、あの一緒ですよね、まあ、これは結局バリューがストリングだというふうに強制されているだけのことで、推論された結果も一緒なんで書かなくても同じです。こんな感じですね。で、これであのホゲという関数ができたので、こいつをメインで読んでみましょうかね。 ABC、こんな感じですね、うん、はい、で、これとですね、ちょっとこれでいいかな。この関数定義が今ここに出てます、うん、バルホゲ、コロンバリューコロンストリングでアロー演算子というハイフン、あの、ダイナリっていうのが、あ、省内っていうのが出てますけど、これはストリングの引数を取ってで、ユニットを返す関数っていう意味です。この読み方がちょっと最初のうち慣れないかもしれないですけども、まあ、右が左じゃなくて反対ってことですね。そう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 。うん、ここですね、ここ。左から右へと。そうそうそう。ストリングを受け取って、ユニットを返す関数というふうに読みます。うん、だから、これ、もうユニットを返してるんですよね。で、ちなみに今、バルって出てるのは、はい、なんかそのレッドで定義してるの。ああ、そうそうそう、うん、そういうものです。あのそんなに深い意味はないです。あ、うん、あの値として定義されて、値と関数が一緒とみなされているので、なので、値として定義されてますよと、ホゲという名前も、うん、でそれは何かというと、ストリングを受け取ってユニットを返す関数ですよというふうに、うん、読みます。でこれ、ね、ユニットどうにも書いてないのに、なんでユニットってわかるのみたいな話なんですけど、それどこから来るかというと、プリント FN ですね。プリント FN を実行するときに、ああ、これ出てないかな。すいません、出てませんね。これはですね、こうやれば出るかな。ダメか、ちょっと読めないですね。ごめんなさい、例があんまり良くないですけど、プリント FN が実行された最終的な結果はユニットになります。うん、なので、まあ、結果的に、ホゲの戻り値はユニットだというふうに推論されていて、ユニットになってます。で、
上の場合これボイドになってますよね、うん、でそれはなぜかというと、なぜかというかこれでついつまが合うのがなぜかというと、システムコンソールライトラインの戻り位置はボイドだからってことですよね、うんうん、だからまあ C シャープのコードとしては当然ボイドになるけど、こっちもプリント FL の最終評価結果はボイドになるので、なので結果的に方言の値もボイド、ボイドなんですけど、F シャープの世界ではボイドをユニットとして扱うので、なのでこれはストリングからユニットを返す関数というふうに定義されていると、うん、推論されてユニットになっているということになります。なんでボイドじゃなくてユニットが必要ですね。そう思いますよね、うん、でそこがなんかこう腑に落ちないと、はい、それはですね、うん、値を返してくれた方がいろいろ嬉しいんですよ。F シャープはF シャープはオブジェクト指向 の、 記述もできます。C シャープでできることの大体ほぼできるんですけど、9割方できるんですけど、なので当然型をクラスを定義したりとか、うん、そういうこともできるんですが、やっぱり F シャープはどっちかというと関数プログラミングの方に倒れてるんですよね、考え方とかが。なので、関数プログラミングって関数は必ず値を返すって考えた方がいろいろ楽なんですよ。式を書いたりするときも値が返らないとその後どうしようって、その連鎖的に返す値がもうなくなってしまう。値が返らないってことは要は次の処理のインプットがないと、うんうん、そう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 、だから返らないというよりはなんかこう何でしょう、こうそのデータの、なんかストリーミングみたいなイメージで、うんうん、はい、出力と入力と連結して最後結果が出るみたいな。だからどっかで結果が出ないことには次つながらないみたいな、うん、そうそうですね。典型的なのが再帰関数、うん、再帰関数ってC シャープ書いてるとあんまり使う機会ないと思うんですけど、その関数プログラミングの世界だと再帰関数っていうのは割とメジャーな考え方で、で再帰関数を書くためには再帰的に値を返さなきゃいけないので、途中でボイドだとそこで詰まってしまうんですよね。返すもう返すも値がないからどうやって書こうみたいなことになるので、書けなくはないんですけど、なのでここでは一つそのボイドを返すというふうに定義されていても、それはまあなんかユニットという架空の値を返したことにすればいいんじゃないかと。その値自体には意味ないんですよ。ユニットの値を見てもユニットであって何でもない、数字でもなければ文字列でもヌルでもないみたいな、そういう値なんだけど、とにかくなんかそういう値を返しておけば、そうすればとりあえず値を返したことになるので、うん、その後のその例えば再帰読み出しの結果を連鎖的に返していくとか、そういうようなこう記述ができるようになるんですよね。これがボイドだと再帰関数のその戻りをどうしようっていうのを考えなきゃいけないので、まあしょうがないから例えばヌルを返すかみたいな発想になってくるんですけど、ヌルはいろいろ言われてるじゃないですか、バグの元凶とかいろいろ言われているので、なのでヌルは使いたくない、なのでユニットを返しましょうと。で、F シャープの世界ならそもそもボイドはなかったって言い切ればいいんだけど、だけど、うん、ドットネットの既存のコードがあるじゃないですか、そのシステム、うん、コンソールライトラインもそうだし、そことは切っても切り離せない、こいつがボイドを返すって言ってるんだから返すしかない、返ってくるしかないんだけど、もうそれを F シャープのコンパイラーが、まあ、ボイドで値は返ってこないけど、もしボイドって書かれていたら、まあ、ユニットの値が返ってきたことにするか、うん、みたいに考えるわけです。だからこいつちょっと、まあ、プリント FN で書いたけど書き直すと、例えばですね、ちょっとこここういうのが入って申し訳ない、これよりはこいつをつけた方がいいですね。なんかいろいろ脱線しそうじゃないですけど、ちょっとこういう型注釈、さっき見せましたけど、明示的に型を書いてるんですけど、型注釈ちょっと無視してほしいんですけど、こうやって書くとライトラインの戻りはこれユニットって書いてありますよね、これかな、ここに、ユニットって書いてありますね。いや、ボイドじゃないのって話になるんですけど、F シャープはボイドって書いてあったらもう全部ユニットとして見なしてるわけです、うん、それでライトラインからも値が返ってくることにする、
うん、値どんな値が返ってくるかっていうとユニットの値が返ってくる。ユニットの値って1個しか存在しなくてユニット自身しかないので、とにかくユニットの値が返ってくることにするので、なので結果的にこのホゲという、うん、あの関数もユニットを返すっていう関数になるということですね。で、というのがあのユニットの扱いです。これはもうちょっといきましょうか。この関数の戻りの型についても名詞的に書くことができます。こう書けばそうなるんですけど、こういうことですね。要するにホゲという関数はバリューという、まあ、さっき書かなかったのはあれですよね、まあ、型推論であった、ね、そう、うん、ライトラインから推論されてユニットになるから、うん、今これ明示的に書いた結果、まあ、限りなく C シャープのことに近いですよね、うん、こんな感じです、はい、でなのでこのホゲという関数は、文字列を受け取ってボイドじゃない、ボイドじゃなくてユニットを返します。でF シャープで唯一ユニットが返ってきた分に関してだけ返ってきた値をスルーすることができるという機能があります、うん、それは何を言ってるかというと、本来ならこうなるってことです、うん、これリザルト見るとユニット型になってますよね、うんうん、これはホゲからホゲという関数で、実行した結果がユニットという値を返します。ユニットというかあの値に意味はないけど、うん、一応それをリザルトに入れることができるということです、うん、さっきの理屈で言うと、うん、そのホゲを呼んだ結果がユニットなので、うん、っていうことは型推論で、うん、メインがユニットなんじゃないかっていう、ね、でですね、気がしちゃうんですけど、そうこれです、うん、12行目のこれ、うん、これゼロですよね、うん、これって関数の最後にあるので、これこの関数はゼロを返してるんです。こう逐次で動いてるようなイメージだと、うん、逐次動いてます、うん、だからこれ最後イントになってますよね、うんうん、これはこのゼロがあるからそうなんです。でこれ試しに外すと、これはレッドがその続きがないって言って怒ってるんでちょっと外しますけど、でそうするとこうですよね。でそうするとなんかエラー出てるんですけど、これはメインがイントを返さなきゃいけないのに、なんかユニットを返そうとしてるよというエラーになります。メインがイントっていうのはもう組み込まれてる、うん、そうそうです。何らかの値を返さなきゃいけない、うん、数字をね、なのでこの0が最後にこうなんかなんで0だけあるのみたいな感じなんだけど、それはメインが必ず値を何かの数字を返さなきゃいけないということに決まりになってるので、なのでこの0があるんですね。これはExitコードですね、プロセス、うん、プログラムの最後に返されたのをここで返していると。でこいつがユニットを返しているので、ユニットを返している時だけ、まあ、値をスルーすることもできる、レッドで入れてもいいけどその値はユニットなので意味がないということになります、うんうん、それをもうちょっと言うならば、ちょっとこれを外しますね、こうなって、例えば、まあ、あんまりあれですけど、ここで123という数字をこのホゲから返したとします。これ123って書くと、このホゲの関数はまずこのシステムコンソールライトラインを実行した後123という値を返します、うん、なのでこれの評価結果はイントを返すことになってますよね。ストリングを受け取ってイントを返す、でイントを返すってことになってると、これ波線が出るじゃないですか。でこれは、まあ、受け取ってないから、ね、そう受け取ってない、うん、だから警告が出ていて、なんかこういう感じで受け取らないと、まあなんかああいう警告が出るようになります、うん、逆に言えばこれがユニットだからこの受け取りは省略できるっていうことです、うん、っていうあたりがそのなんていうんですか、今みたいに警告が出たりエラーになったりということで、その型について厳しく見ている、うん、F シャープの場合見ているので、うん、まあそれをそういう型のミスだとかいうので、うん、問題に気がつきやすい、うん、っていうところが大きいかなと思います。あとね、あとタプルですね。タプル、例えばここでこれでタプル返したと思います、うんうん、ちょっともうあれなんて、あ、まあいいか、
これも欲しい。これ値返してるんでやっぱりエラー出てますけど、警告出てますけど、これをこういうふうに入れたとしますと、これ何かというと、ちょっと馴染み浅いですけど、そうイントとイントのそう値を受け取る、そういうタプル、これイント×イントって書くんですけど、これはイントの値2個が格納されているタプルを返していますっていう意味になります。試しにここを不動小数点とかにしてみましょうか。そうするとこれ何かというとイントフロートになってますね。イントかけるフロート、うん、っていう感じでタップルの値が取れています。これじゃあいや値が2つ入ってるのは分かるんだけど、どうやって使うのみたいな話になるんですけど、ここで、C シャープの場合はタップルクラスっていうのがあるんですよ、うん。でタプルクラスって、こんな形、こんな形をしてますよね。キーツみたいな形になっていて、でテンプレートみたいですね。そう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 、うん、これちょっとここに書くとあれなので、C シャープで言うならば。ここにはこんな感じで書いたイメージですね。イントそれからダブルみたいな感じで123-456789みたいに書いたイメージですね。これは、うん、ここの部分って、うん、で、受け取ったやつを C シャープ的にどうやって使うかというと、例えばまあ、ちょっと省略しますけど、コンソールライトラインが、まあ、いいか、で、0、0、1みたいに書いて、リザルトアイテム1、リザルトアイテム2みたいに書くわけですよ。ちょっと半分とかで。こういうふうに、タプルの1個目の要素、それからタプルの2個目の要素みたいに、うん、それぞれにプロパティがあってアクセスできるみたいに書きます。でも F シャープはこのやり方できなくてですね、どうやるかというと、こうではなくて、分けたければこのレッドのところで分ければいいっていう考え方、バリュー1かみたいに書きます、うん。そうすると、この1がイントになってますね、今。イントになってますよね。うん、それから、バリュー2は、フロート、まあ、ダブルと一緒なんですけど、フロートになっているので、つまり、こう、受け取ってすぐにタプルの分解とかも1行でできるってことです。うん、なので、この後、続けて、そろそろ気になっている方がいると思うので、F シャープの場合 C シャープでいうとこの友人はオープンと書きます。オープンシステムと書いておけばコンソールライトラインって書けます。カンマ1とでバリュー1バリュー2と一緒ですね。C シャープのコードと等価になります。で、まあ改めて見てみると、ライトラインで書くとこの辺りであんまり嬉しくない感じがするわけです。なんでかというと、せっかくここまでイントとフロートというふうに型がきちんと推論された状態で来たのに、ここに渡すところになって全部オブジェクトかよみたいな、間違ってても分かんないじゃんみたいな話になるから、だからライトラインではなくてプリント FN を使うことが F シャープの世界ではメジャーになっていると。だからパーセントでのパーセント F だったかな、でバリュー1バリュー2みたいに書くと、喧嘩してないとダメなんですか、バリュー1とバリュー2は。これはプリント FN でそう使おうとしてるからですね。分けて参照しようとしてるから、これは一気にはしてできない感じ。ね、
できるんかな。いや多分できないような。ちょっとあのプリントで ここ いろんな書き方できるんで、ひょっとして書く方法あるかもしれないですけど、まあちょっとこういう、まあここではあのこう2つ要求してるじゃないですか、なので当然引数も2つ必要になるので、まあ分けざるを得ないのでこう書いているということですね。これを間違えて例えばこういう S とかにすれば当然エラーが出る。なんとなくね、こうそのレッドのバリ1バリ2のところが、まあ1個の変数名だったら、それは2個のタプレだって型推論で分かるので、プリント FN のパーセント %F の右側に1個だけでもね、なんか理解はできるのかなと思ってますけど、そうですね、できるのかな。まああれ、あちょっとどうだったかな、こういいですか。あでもやっぱり分けないといかんかな。ここで、あ、ダメですね。リザルトに、ファーストって関数があって、セカンドって関数があるので、こうすれば、あの、まあ、やってること一緒ですね。結局、リザルトだけではダメだった、ね。うん、そう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 。あと、これ、あの、サードとかないんですけど、ファーストとセカンドしかないんですけど、そうです、うん、タプルのあの、最初の値と2つ目の値の取る関数が定義されてます、標準で。なので、こうやって、あの、これパイプライン演算子って言うんですけど、まあ、こうやってやれば取れるみたいな。うん、いうのはあるけど、まあ、ちょっとこれ分解しとかないといけないですね。うん、で、ここら辺までであれば、C シャープの一番新しい C シャープ7かな。うん、で、あの、デコンストラクトという、さっき、あの、こう、入れるときに、あの、分解する。っていうようなことは確かでき書けたような気がします。ちょっとあやふやですけど、 C シャープで言うなら、なんかバリュー1バリュー2イコールカッコ ABC とか書けたような気が、カッコが言ったかもしれないですけど、こうだったかもしれない、こうだったかな、ちょっとすいません、あやふや、ね、今すぐ出てこないですけど、あの最新の C シャープなのであれば、こういう書き方一応できるようになってます。だから、あのこういう、あのなんていうんですか、タプルを分解する機能をデコンストラクトするんですけど、デコンストラクト機能は C シャープ7ではサポートされたような気がします。なんですけど、F シャープの場合は最初からその機能があり、まあ、自在に使える。しかもこれはレッドの中だけじゃないとか、いろいろあるんですよ。ちょっと今すぐ見せないですけども、この今デコンストラクトしてる この書き方、あのカンマで区切っとくと分解されるっていうのは、パターンマッチングの時にも書けたりするので、もうほとんどなんかこうわざわざまず分解してとか考えないんですね。もう書ける場所でもなくて、カンマでこうやって書けば自動的に分解されるみたいな、いうところがあの強力なところかなと思います。はい、っていうのがあのタプルの話ですね。で、まあ、関数の話、C ってあと一つ言うと、関数がさっき、あの、こう関数の適用はですね、なんで F シャープの関数っていうのは、カッコないのみたいな、あの、これ C シャープで書くと、カッコって書くじゃないですか。で、F シャープで書くときって、こうやってスペースだけで区切っていて、まあ、パッと見あんまり関数呼びだしっていうふうに見えないかもしれない、慣れないと。で、これはですね、あの仮化可能形式って呼ばれているもので、あのなんて言ったらいいのかな、関数部分適用っていうのがあってですね、ちょっと深すぎるんですけど、話が脱線しすぎるんですけど、あのこう定義されてるメソッドの一部の引数だけを事前に適用して、関数、新しい関数を生み出すことができるといったらいいのかな、なんかそんなような機能があります。例えば、カーリング、バリュー1とバリュー2という2つの引数を取る関数をあの定義したとします。ちょっとね、あれなので、ちょっと型つけますね。まあ、単純に、ちょっと名前がよくないか。ごめんなさい、名前を変えます。アット。で、これは、バリュー1とバリュ
にを足した結果を返すっていう関数を定義したとします、うん、これ一応念のため戻り値を見るとイントを返しますよね。これですね、イントを受け取ってイントを受け取ってイントを返すっていうふうに読むんですけど、こうなってますね。バリュー1イント、バリュー2イント、インとっていう関数を定義しました。でちょっとこれも消しますね。で普通にやるんだったらこの計算をするためにはあと12みたいな感じで書くじゃないですか、うんうん、ところが、この部分的に引数を与えた新しい関数を簡単に作れるんですよ、うん、それを見せると、パーシャルファンクションみたいな適当な名前つけますよ。で、イコールあと1でできるんですよ。2つ目の引数ないんですよね、これ。でもこれ別にエラーにならなくて正しくコンパイルできて、これを見るとですね、あ、上先見ますか。上はリザルトですよね。これ多分3が返ってきますよね、イントの値で。でなんだけど、こっちのパーシャルファンクションの方は、イントの値を受け取ってイントの値を返す関数として定義されてるんですよ、うん、ということはリザルト2イコールパーシャルファンクション2とかできるんですよ、うん、これって新たな関数なんで。でもこの関数は1個しか引数を受け取らない。その1個の引数は何かっていうと、ここで足りてない引数ですね、うん、それだけをここで受け取るっていう意味になります。つまりここでいうそのパーシャルファンクションの、うん、まあ組み込んだ引数の値っていうんですかね、うんまあ、1だと思うんですけど、うんうん、1はね、うん、その2番目の値を固定するとかもできるんですか。2番目はね、できないんですよ。あ、じゃあその関数作るときによく考えて順番を決めておかないといけない、うん、実はね、C シャープにはリンクがあるじゃないですか、うん、でリンクってI ナミラブルを受け取って、それのが拡張メソッドでさまざまな演算子が定義されてるんだけど、あれ必ずI ナミラブルって第一引数に定義されてるんですよね。だけど、まあ、ほぼ同じようなことができるその演算子が F シャープにいろいろ定義され再定義されてるというか、いろいろ定義されてるんですよ。まあ実は F シャープの方が先なんで、こっちがオリジナルですけど、それらは全く逆なんですよ。I ナミラブルに相当するものが最後の引数になってる。それ何かというと、こういう部分適用をしやすくするためにそのように設計されている。だから、そのさっき言った C シャープやってる人たちが F シャープやり始めた時に疑問に思う部分のまた一つなんですけど、なんでリンクがあるからそれをそのまま使えばいいのにシーケンスって言うんですけど、F シャープにはシーケンスのメソッドがいろいろ再定義されてるんだっていうのの答えは、この部分適用をしやすくするためにそのようになっているいうのが答えになります。で、というのが部分適用で、これいくらでもネストできるんですよ。ネストできるというのは、これもっとたくさん引数があった場合でも、次々と定義した新しいその部分適用の関数を次々と簡単に生み出せる。しかもこれ何もなんかラムダ式も何も使ってないけど、こうやって書くだけで新たに関数が生成されて、その関数がこれに入っているみたいなイメージになる。この辺が同じことを C シャープやろうとするといろいろ面倒くさいんですけど、まあ、ラムダでなんかその引数1個だけ与えた状態のものを再定義してみたいなことをしなきゃいけないんですけど、まあ、何しろ1行で書ける、場合によっては式の途中に書けるので非常に短く書けると。だからその代わり部分適用のことを頭に念頭に置いてこの引数の並びを考える。まあそういうことですよね、うん、そうそうそう、先頭からしか手に入れない、うん、そうそう。であとやりすぎも良くなくて、そのことをあんまり考えすぎて、うん、ここはなんか2つの値を部分適用してとかいうようなことは設計もちろんできるけど、使ってるうちに何この関数は何を表すのかみたいなのが分からなくなる。であんまりやりすぎも良くない。まあそれはどんな言語にも見えますけど、まあただまあこういう便利なその機能というか、そういう関数の部分適用と仮化ができるみたいなのがあります、うん、でそのできる関数が部分適用できるこの関数の形式のことを仮化可能形式といっていて、
これを見ると F シャープの場合は、この今ずっと何もその辺説明せずに言ってきましたけど、型イントを受け取り、イントを受け取り、イントを返すっていう関数って言って、うん、このアロー演算子と言いましたけど、このアローで書かれているときはその部分適用が可能な、うん、仮以下可能形式で関数が定義されているとみなせると、うん、っていうのをわざわざ言ったのはなぜかというとですね、こっちが違うからなんですよね。これ出たかな。これはドットネット標準じゃないですか、ライトライン、うん、これオーバーロードがたくさんありますよね、ライトライン、うん、で、例えば今これ最初に出てるのは非数0個のもの、奇数0個のものを、あ、ごめんなさい、こうか、うん、はい、それからバッファ、なんかキャラの配列を取るもの、ルールを取るもの、キャラを取るもの、デシマルを取るものとかあるじゃないですか、うん、でこれの中見ていくと、さらに引数を複数取るものがあって、これだとバッファとインデックスとカウントを取るわけですね、うん、でこれは仮以下可能形式ではないですよ。で、なんて呼んでるかというと、タプル形式と呼んでいます。なんでいきなりここでタプルが出てくるのかみたいな話なんですけど、よく見るとカンマで区切られているので、これ非数のリストが、まあ、タプルの、うん、タプルと見なせる、うん、ということなんですよ。で、ただ見た目がタプルというだけではなくて、実際にタプルとして渡せたりします。それ F シャープが内部で勝手にそのタプルが渡されてるんだけど、タプルとは型が合わないけどうまく展開してくれます。なので、さっきの、うん、プリント FN でタプルが直渡しできなかったようなやつは、はいはい、こいつだったら渡せるの、うん、はい、渡せます。ただし、まあ型が適用するかって話はあります、ね、うんうん、そうそうそう、もちろんそうですね、うん、で言い換えると、今言った2つの形式、その仮以下可能形式とタプル形式、関数の、うん、その2つの形式ってのは相入れないんですよ。なんでかというと、例えば今ここに見えているライトラインの第一引数じゃない、第三引数か、カウントの値だけ省略した新たな部分適用されたメソッドは、他のオーバーロードと区別がつかない。2つだけ引数を取るものと区別がつかないんですよね。どういうことか、あるか、あ、ありますね。例えばこれ、うん、これ仮にですけど部分適用してカウントだけ省略された新たな関数ができるとするじゃないですか。そうすると、うん、こいつと区別がつかない可能性がある。これはまあオブジェなんで型が違うからできるかもしれないんだけど、でも戻り値はそもそも違いますよね。これライトラインの戻り値はボイドなんで、まあユニットなんですけど、ユニットだけど、もしこいつを部分適用してしまうと、そう、関数ですよね。イントを受け取って、ボイド、ユニットを返す関数っていうふうに、解釈が揺れてしまうので、なので、実はこの2つの形式は残念ながら相入れなくて、F シャープの場合、仮以下可能形式と、タプル形式は、書けば区別できるけど、ドットネットの普通のライブラリからやってくるものは、まあ、一様にその複数の引数を取る場合は、タプル形式と見なされる。だから呼び出す時もタプル形式の場合は必ず括弧が必要になります。まさにここで書いてる通りですね。ライトラインの場合、例えばカンマ123みたいな感じで必ず括弧で、ここカッコで囲わないと、コンパイルエラーになる、オーバーロードは選択できないのでコンパイルエラーになりますっていうところが大きく違うところですね、うんうん、これもやっぱり初見だとちょっとわからないですね。なんでスペースで区切るだけのなんか呼び出し方とそうじゃないものがあるのかみたいな、今話したことをまとめると、その、関数の部分適用ができた方が便利なんだけど、それとの呼び出しを区別をつけるために、括弧がある場合とない場合、うん、両方の書き方があり、それは区別して書かないといけないということが違います。でこれは最初のうち慣れないと思うんですけど、まあ、でもこうさっき見てもらった通り書いてるとインテリセンスがこれ違うって言ってくるんで、うん、まあ、それですぐ気がつく、うん、
ので、ちょっとテキストエディターで書いてる人は申し訳ないですけど、この辺はわからないかもしれないですけど、今だとよっぽどいないでしょ。まあ今だとVS コードでもF シャープのインテリジェンスサポートするエクステンションあるので、それに入れてもらえれば楽に書けるようになると思います。はい、ということでですね、大体なんか最初に一番最初に押さえるところはそんなところかなというふうに思います。まあ、最後にね、ちょっとだけデモコードというかですね、ちょっとまあクールかどうかわかんないですけど、やってみましょうかね、現実的なやつ。ちょっと消しますね。まあ、最初の状態に戻しますと。で、今からやるのは、まあちょっとグラフをちゃちゃっと表示してみようかということで、ヌゲットのパッケージに F シャープのチャーキングというチャート表示のためのライブラリがあって、これなかなかすごくてですね、楽にやるなら Windows フォームで表示できるし、そうじゃなくって PNG とかそういうのに直接エクスポートとかも確かできたような気がするんですけど、さまざまなそのグラフを作るためのライブラリー、これだけでも本当C シャープの世界で見るとなんか売り物になるんじゃないのみたいなのが、まあ、OSS で提供されて、これを入れます。で、入りましたね。で、ちょっと参照が今これコンソールアプリケーションでやっちゃったんで、参照が足りてないので参照足しますね。参照はあとリファレンス足りてないのは、今あんまり良くないですけど、 Windows フォームで楽にデモしようとしているので、 Windows フォーム関係の参照を加えます。システムドローイング、それからシステムウィンドウズフォームと、データビジュアライゼーションっていうのを足しておきます。はい。でですね、さっきちらっと言いましたけど、C シャープでユージング、名前空間の省略に使うものの代わりはオープンなので、F シャープチャーキングっていうのを足しておきます。それからシステムを足してシステムウィンドウズフォームズっていう感じで使えるようにしておきます。で、まずそのチャートのデータのネタを、本当はなんかどっかから株価でも持ってこようかと思ったんですけど、ちょっと時間足りないんで、今回はここで適当に生成しますね。チャートライン、これは線を引くグラフを作るため の、定義を生成するものです。で、フォーから100までを x と x を2乗したもののタブルで返す。2.0 と5ですね。こんな感じですね。これはここの部分がリストを生成しています。ちょっと分けましょうか。どうしましょうか。データイコールこんな感じかな。でここデータこんな感じにしておきましょうか。これ何かというと、フロートのタプル、フロートと値を対にしたタプルのリストがこのデータです。でリストって言ってるのは何かっていうと、この角括弧でくくられてるものがそうなんですけど、ドットネット標準のシステムコレクションズジェネリックリストではないんですよ。実は F シャープのリストというのはリンクドリストですね。前方参照しかできないリンクリストになっています。なんでそんなものが F シャープの世界専用であるのかというと、前方参照のリンクリストっていうのはデータを順番に処理するのに扱いやすいんですよね。でそれがちょうど最初に言っていた
再帰関数でリストを扱うと一個一個処理しながら後のリストを順番に再帰的に処理するみたいなことが書きやすいってことがあって、なんか追放者数のリストだとこうメモリ的に不利かなとか思う。うん、そう、それはあるかもしれない。うん、ただし、なんか早くそのあたりを効率よく、うん、記述できて処理できるっていうところが違います。一番最初にArgVを表示させたら、なんか空の配列になったみたいな話をしましたけど、実はこれ書き方を変えてこうすれば配列になります。こうすればこのデータというのはタプルの配列ってことになりますね。うん、まあ余談ですけど。でチャートラインはですね、こいつは引数にシーケンスを受け取ります。ちょっとややこしいので見にくいかもしれないですけど、ここがそうですね、データと書いてあるシーケンスっていうのはリンクでいうところのアイナムラブですね。受け取ることになっているので、これ配列でもいいし、そのリストでもどちらでも受け取れるようになってます。まあここでリストにしてますね。で面白いのはここの中の要素をこうやって計算で生成してるんですよね。うん、これはC シャープでいうところのイールドリターンで、4の内容を一個一個イールドリターンで返してるのと同じコードに相当します。なんでまあそういうようなコードがこんなぶっちゃけこんな簡単に1行でサクサクと書けるというところが、まあ、多分強いところです。でまあとにかくその2つの値を格納するそのタプルのリストが定義できたので、これをチャートのラインに入れると、そうするとこの2つの値を組みにしてグラフが書けるということになります。でこれちょっとリザルトじゃ分かんないので、こんな感じイメージしにくいと思うので、チャートという感じで、このチャートはまだメモリ上でそう定義されただけで、どういうふうにこれを出力するのかっていうのは定義されてないので、今回は Windows フォームを使ってサクッと表示するので、チャートに、拡張メソッドで小チャートというのが定義されているので、こうするとですね、そうすると、Windows フォームのフォームクラスのインスタンスが返ってきます。ちょっと見てみましょうか。これですね、フォームって書いてありますね。これ Windows フォームのフォームですね。ということはですよ、ということはアプリケーションクラスがあるので妙な音がしましたねちょっと切っておきますね、すいません。眩しいところを見せしました聞こえてます、まあ、いいです、無視アプリケーションクラスにランっていうのがあって、こいつにフォームを与えればフォームが表示できますよね。でフォームが閉じられればここ抜けてくるので、このメインが抜けるという、Windows フォームか書いたことある方なら、まあ、普通に分かるようなそういうコードです。これを実行してみます。と、まあ、こんな感じで、フォームも生成されて、これどんな式だったかというと、どんな事情、そうですね、 X の値と X の値を事情した値のペアでポイントを取りながら、ラインなんでラインで線を引いてやると、まあこんな感じで引けると、うん、まあたったこれだけのことで、まあこんな感じのグラフがサクッと作れますよみたいないうようなものですね。でこの F シャープチャーティングというのは、ちょっとこれを終わらせますね。で、ここに、FS ラボというのがありまして、ここで開発してます。もちろんオープンソースなので、GitHub の方でソースも 見たい場合は何でも入れます。で、まあ、こんな株価チャートみたいなものも作れるし、こういう今の折れ線ですね、それも違う軸に対してなんかこういうふうに複数のグラフを同時に重ねたりとかいうようなこともできるようになってます。あと F シャープは割と早いバージョンからモノの GTK って感じで、そうそうそう、モノでサポートされてきたので、 GTK 使えばそれこそ Linux とか Mac の上でも動きますよというところが強いところですね。
で、今回見せないんですけども、この RX ですね、リアクティブエクステンション経由で、リアルタイムでグラフを更新していったりとかいうようなコードも書けるようになっているということで、かなり強力なライブラリです。で、まあ、これ、この F シャープチャーティングもそうですし、他にもさまざまなそういう強力なツールというか、ライブラリが揃っているので、これらを組み合わせて、まあ、目的となるものを、目的を達成するみたいな、なんかそんなようなのが非常にやりやすくなっていると。その WPF の XAML みたいなのとつなげるのとかできるんですか？ですね、できたような気がどうなったかな、ちょっと直接例えば、WPF だとジオメトリがあるんだったかな、あれが展開できるかどうかわかんないですけど、またちょっと見てみましょうか。F シャープチャーキング、WPF とか、ユージンちゃんのみんな、FS ラボなんで多分直接サポートしてるかな。ああ、フォームで組み込んでますね。ちょっと残念かな。ジオメトリに落としてほしかったのかなっていうのはあるけど。あれですね。高解像度だと辛い。そうですね。なるほど。まああるいは確かビットマップには落とせるんで、高解像度だと。それはあれですね。ではなくて、例えばウェブアプリケーションとかでも、これバックエンドでこれでやって、で PNG とかにエクスポートして、それとダウンロードさせるとかいうふうにすれば、ウェブのプラットフォームとしてもなんかその結果を見える形で表示できるっていう。多分なんかデザインとかはC シャープの XAML とかで組んだ方がやりやすいのかな。それのその部分的にチャートを埋め込むっていうのができるのかなと。移植してるんです。まあでもね、多分ですけど、ちょっとそんなにそんなにそのチャーティングのこと詳しいわけじゃないですけど、多分ここで出てくるこのチャートですね、これが結果を表しているので、こいつで出てきたなんか要素を列挙しながら多分 WPM のジオメトリとかに落としていくと利用ができるんじゃないかなという気がします。まさにチャート作ってるエンジンですからね。まあそうですね。ということで、なんかその最初にF シャープが主に使われているのの一つに、そのデータビジュアライゼーションというか、その解析とかアナリシスみたいなことで主に使われているということをお話ししましたけど、そういうのはまあこういう背景があって、こういうライブラリの背景があって、まあ、非常にやりやすいということがあるんじゃないですか。今回の見た感じはあれですね、ビジュアライジングをいろいろ作るというよりは、データをいろいろ分析して結果をパッと見るものも用意されてるよっていうのが、そうですね。まあ、あるいはなんか僕が向こうに行った時に、アメリカに行った時に、その向こうの、その F シャープのミートアップで聞いた話では、なんかよくやってるのが、そのデータを加工するのにこの F シャープを使って、そのままさっき言ったその R とかに落としたりとか、Python に突っ込んだりして、でさらにその先進める。最初のその例えば今だとマシンラーニングとか結構やってるんで、でも大量のデータを細かく加工するのに、まあ、F シャープだとやりやすいからってことで、ガーッと加工だけして、でそいつをさらにその Python とかに突っ込んで学習させるみたいな、いうようなことにも使っているみたいですね。こいつは今見せたのは、まあ、最終出力の加工ですけど、機械学習はね、なんか Python すごいちょっと強いんで、まあライブラリが充実してるのが大きいですね。そこから見ると、ちょっとまだ足りないとか言われるかもしれないですけど、いやでもこれを土台というよりは、なんかフロントの処理でね、データクレンジングしてるのね、もしくはやっぱりマシンラーニングじゃないとは思うんですけど、自らコードでデータ加工したりとか、はい、ということで、今日は、まあ、結構長くなりましたけど、F シャープ最初に、F シャープ何みたいな、名前だけ知ってるみたいな
人向けに、うん、まあ、なんか詰まりそうなところ、はまりそうなところ、うん、あの初心者向けにはまりそうなところをちょっと押さえてもらうみたいな感じであの紹介しましたと。まあこれで少なくともこのハローワールドぐらいはあの書けますよね皆さんみたいな話でプロジェクト新規作成すればね、うん、そうそうそう、できるから、ね、品数が出るんで、うん、そう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 、そこに文字列作るそうそう、大体ポイントはあの言ったと思います。まず一つ、ソースコードを分ける場合は順序に気をつけてください、うん、それから、まあ、オープンを使えばあのユージングと同じように名前空間を省略できるようになります。であと、あれですね、この名前あのかその関数の呼び出しの部分についてその C シャープと違う点、あの仮可可能形式とタプル形式があります。でタプルは、まあ、あのタプルの作り方、まあ、カッコで書くだけですけど作り方と分解の仕方ですね、デコンストラクトの仕方で、あと NuGet は普通に使えます。しかもその F シャープ向けに作られているライブラリを使った方が、まあ、より簡単にあの便利に使えるように設計されていますと。であのこのデモンストレーションで見せた通り、まあ、Windows フォームみたいなそういう既存のあの C シャープ向けのライブラリでも普通にこうやってつあの使う、同じように使うことができますよということで、まあ大体あの最初のファーストステップとしてはこれであの大体のとこはいけるってるかなと。その細かいあの構文ですね、あの F シャープの構文とかはまたあの本当にいろいろさまざまなものがあるんですけども、入り口としてはこれでいいかなと。あとはそうですね、なんかこうF シャープでこんなコードをあの書きましたみたいなのをあの参考にしながらあの書いていくと、まあ、いろいろ分かるんじゃないか、ちょっとずつでも分かるようになるんじゃないかというふうに思ってます、はい、ということで、これの続きをやるかどうかはちょっとネタどこに振るかにもよるので、はい、うん、あのでも先ほどのその、はい、リアクティブエクステンションで、うん、ほぼリアルタイムにチャートに持ってくるっていうのであれば、前回 の, そのデバイス系からデータを上げたものね、うん、おお素晴らしい、そういうニーズがあるのかなあ、そうですね、うん、はい、あとやっぱりその計算系の方が強いのかなっていう印象は、うんうん、そうですね、うん、あの UI は特にあの、XAML、うん、あのいわゆる WPF も UWP もそうですけど、あの XAML もそうですけど、あのザムルを扱うためにはあのクラスを定義しなきゃいけないんですけど、 F シャープでクラス定義はもちろんできるんですけど、あのだるいんですよこのここで見せたようにこれを C シャープで書くためにはなんかその外出しされたメソッド、まあ、これ今最新 の, あの C シャープだとあのインライン化されたと、違う、インライン化されたラムダ式が書けたと思うんですけど、まあ、それまではなんか外に出して、でしかもあのイールドリターンであの逐次に値を返すみたいなのを書いてって面倒なことをしなきゃいけなかったんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、書けるんで、まあ、そこの部分はまあ大きいかなっていう気がしてますね。あとちょっと公開なかったんですけど、まあ、関数型なので、うん、その実行時の処理速度とか、はいはい、並列化とか、なんかその辺も強みがあるかなと。あ、そうですね。並列化、そうですね。並列化はね、あの AC カーウェイトの構文ができたあたりで、だいぶ C シャープは強力になったと思うんですけど、あの、F シャープはほぼ生まれた時からその機能、起動機を扱う機能があるので、うん、まあ、向こうは向こうで強いですね。非常に強い。で、それがずっと、まあ、今まで、維持されているので、まあ、書こうと思えばいくらでも並列実行できますよというのはあります。まあ、ただね、あの市場全体でものすごい数のそういうワークロードを並列実行するって もはやなんか GPU あ、いやでも、まあ、それもその、うん、まあ、前回の話じゃないですけど、うん、その程度があるし、GPU、まあ、自体が必要になるじゃないですか。もちろん、うん、そう、まあ、もちろんそうですよ。気になるね、うん、はい、あの割と書きやすいですよ、うん、やっぱり書きやすいですよ。あの C シャープの場合はちょっとポイントさえ押さえてればその辺書けますけど、うん、まあ、あの F シャープの場合は初めからそういうこと考えないと書きやすいですね。じゃあ次回、うん、次回のテーマ、うん、そうですね、まあ、どこを掘り下げるか、あの多分今話したのはどうだろう、 F シャープ全体でいうと 5% ぐらいある
かな。なんで、あのいくらでもあるというか、掘りで返すところいくらでもある感じなので、まあ、あのじゃあ次回またちょっとネタを考えてやりましょうかね。うん、はい、ということで、第3回というか、あの F シャープのスタート、まあ、どんな風にやったらいいのみたいな、初心者向けに、特にあの C シャープやったけど、F シャープは名前知ってるけど、やり方わかんない、書き方わかんないっていう人向けに、引っかかりそうなところについて、重点的に説明しました。じゃあまた次回をお楽しみに。ありがとうございました。はい、以上です。長い。長っ。やっぱり長いな。